どうも、天ぷらです。袴です。かぶたです。忍びです。藤山に、いや藤山以外の芸人、いや根立てすなわち野茂に いたずらを仕掛けちゃいましょう。本番の日です。いよいよ言い方が、いよいよ言い方が、リハーサルは終わりました。着替えいたずら、指定したレンタルルームに来たら部屋を間違えたのか、女性が着替えていたら、そしてその彼氏が怒ってきたら怖いな。歌唱ロシエちゃんとそのマネージャーターちゃんです。よろしくお願いします。正確にはマネージャーではない。あ、そうですね、事務所のその人間。あ、事務所、動画を作ってる、はい、事務所も違うんだ。はい、そうですね、ですか、はい、佐久間さんの動画でおなじみの二平ちゃんもやってるんですよね、動画を、うん、はい、やらせてもらってます。で、ロシエルちゃんと二平ちゃんが同じ事務所、はい、そうなんです、らしいですよ。前回のドッキリの映像見たんですけど、うんうん、だいぶ、あれ、大根的な、あ、ちょっと映像見ないと分かんなかった。そうです自分で気づかなかったじゃないですよ。本当にやりながら下手だなとは思わなかった。そうですね。なのでちょっと今回はもうお給料なしでちょっと協力したいってことで。いやいや、それは申し訳ないじゃん。だってそのね、安いと思ってるぐらいよ、ギャラ1万円は。本当ですか。うん、まあ、じゃあちょっと、いや、大丈夫です。どうして、あれね、なんで、なんで、なに、本当の彼氏だったんですか。はい、コメントも、あの、大根、大根だって、でも、ターちゃんに救われたね。そうですね、私、ちょっと寿司ネーム大根にしようかな。いやいや、今回、めちゃくちゃ練習したんで、もう近所の公園で叫びまくってきたんで。やばいよ、それ。あの演技を、練習を、公園でやるのがやばい。頑張ります。いや、でも、それは、まあ、じゃその終わった後、演技のあれによって、まあ、じゃあ、はい、出来によって額決めるでいい。おお、はい、わかりました。はい、終わった後だみたいな。はい。それそれで、それでじゃあいいですか。はい。何その下手。え、下手でもやっぱ、はい、着替えだから。はい、俺はただじゃないと思ってるの。はい、はい、ありがとうございます。今回この部屋は、はい、一番やっぱ女の子の部屋っぽいなと思って、うん、決めさせてもらったんですよ。はい。でもそれが災いしてなのか、はい、トイレとかがなかったんですね。もうワンフロアにいるしかないんだよね。はい、だから急遽この死角となるキッチン、はい、息潜めとこうよ。はい、でこう行って多分そっか、これでそっか、際どい服でもくすどいてもらう。ああ、なるほど。彼氏さんだよね。面が割れてないので1階はこっちかなんで、1階で太一くん来んのを待ち伏せしてもらって。そうか、入ってきたら分かる。入ってきたらしてもすぐそこにいればいいですよね。たーちゃんとかって言ってもらったら、うんうん、また名前呼びます。うん、はい、たーちゃんはコンビニで避妊具を買ってきたんでしょうね。そうだね、今日のそうだね。すごい想像力がすごいな。さあ、おっぱじめるぞ。スケベなんだから。なんじゃスケベだよ、それは。見てよ、スケビじゃん。スケビじゃん。いや、なぜか。そこでまた、はい、前回ね、いい感じだから中国人と勘違いしたっていうあの演技ですよね、はい、ターちゃんの。あの感じで行くのか、またちょっとテイスト変えてくるのか、もうターちゃん。一俳優として呼んでるから、俺任せちゃってるから。はい、じゃあ、ちょっと練習の成果。もう本番もさながらまでいかなくとも、はい、8割ぐらい見たいかな、はい、8割、分かりました。8割に落としてくれていいから、はい、承知しました。おはようございます。おはようございます。あれ、誰、もう出てって。はい、ありがとうございます。はい、これは何割どうですか。これは一応な、8割でやる。そうですね、8割でいけます。上限あと2割とですね。めちゃくちゃ面白いな、この半笑いも加わっちゃってる。はい、あと言葉が出てきてないです。4秒ぐらいで終わらなかった。おざす、おざす。あれ、おい、ちょっと芸人やろ。おい、芸人やろ。どうしたんだよ。
何やったよ。藤山が言うその中国人かと思ったっていうのをなんていうか分かるんですか。そうですね、はい、なんか挙動のちょっとしたおかしさがあるじゃん。あれ怖いのよ。普段怒鳴り慣れてないんでしょうね。そう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 ですね。この人の鼻からの声だから、ターちゃんで絶対成功することは分かりましたですね。はい、早めのターちゃんで。早めのターちゃん、早めのターちゃんみたいに。今日のちなみにどういう感じの。今日はそうですね、本日のおセクシーの方ですね。はい、こんな感じで。あ、またもられられられ何のための上なのそれ。おしゃれ。おしゃれなんだ。おしゃれです。はい、コメントを読まさせていただいて、徹底が早いっていうのも多かったんで、おちょっと泳がしますけど、あれね、手が出てからじゃ遅いじゃないですか。ターちゃんのですか。あれ、ターちゃんももう白紙の演技だから、もしかしたら出ちゃうかもしれないし、はい、藤田なんですよ。あ、藤山さんが、なるほど、手を出すドッキリとはいえね、パターンが手出しちゃったらもう流せないし、はい、それを危惧して、あの、流さないと思、出さないと思いますよ。思いますけど、あまりにも俺が泳がせすぎて、はい、しつこくターちゃんが言ってたら、はい、あいつ切れちゃうことあんのよ。自分は多分手は出、まあ、手は出ないと思うんだと思うんですけど、ということで、本番皆さん楽しみにしておいてください。根立てすなわち野茂のリアクション楽しみましょう。現場だと思って、すみません、多分回数間違えました。回数間違えました。確認しろよ、ちゃんとよ。いや、本当すみません。本当すみません。おい、デッドセントネーチャーセントネーチャー腰怖い苦しい苦しいめちゃくちゃ逃げようとしてたから、めちゃくちゃ逃げようとしてたから、もうすいてもっと逃げるしかないでしょ。もう逃げるしかない。マジヤバいってこれは。もう逃げ切ろうと思った。これはもうマジヤバい。警察呼ばれる前に、いやもう余裕で逃げようと思っても、関係ねえと思って。関係ねえから逃げようと思ってました。なんならもうトータルさんの整理とかにしようかなと。顔割れてたぜ。芸人だなお前。いやいや芸人だなって言って、いやもういやだとりあえず、だからそのもう記憶に残るうちに帰ろうかなと。いやいやその いや記憶に残んないうちにもう残ってる。いやもういや一瞬だったら忘れそうじゃないですか。マジでランラリーもしてるから。
あれで忘れないって。ちょっとやばいっすよ。マジ意味わかんなかったわ。キャーとかで何者なんですか。この爆乳の人。何者なんですか、お姉さん。いや、あれでしょ、コスプレイヤーの。はい、ああ、ショーロシェルちゃんっていう。あ、そうですね、すいません。有名な方よ。いやいや、ちょっと怖かった、ほんで。おー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 。いいでしょ、この彼氏も。いやいや、じゃあマジ怖かったっすね、本当に。ロシェルちゃんの演技どうだった、演技というか、キャーは。いやいや、いやなんか、いやその一番の懸念点だった。いや、めちゃくちゃリアルでした。おぉ、よかった。いや、キャーっての、なんかその、いや、来るの早かったんで。あ、キャーの時はまだ、もうマジで逃げると思ったんですけど、来るの早、いや、この方が来て、一大事っていう。さあ、ということで、はい、今日のギャラをね、二人に払わなきゃならない。あ、そうなんですね。1万1万です。おお、やった、ありがとうございます。これはやっぱりターちゃんにも、はい、そうですね。ロシアじゃ現状維持だけど。あ、そうですね、現状維持で。でも下がることはなかったんで。そうだね、よっしゃー。やっぱそこまで出してもらってるから。そうですね、やった。焦りながらも見てたっけ。え、何ですか。視線はやっぱどっか行ったでしょ。当然ですよ、胸。